おい、この崖すげえ険しいな。アンダインに会いたいんじゃないか。傘を置いてきたら肩を貸してやるよ。ま、先に行けよ。気にすんな。抜け道探しは得意なんだ。またこけてるあいつ。人間はモンスターの力を恐れて宣戦布告した。奇襲を仕掛けてきたのだ。慈悲などなかった。オルゴールの静かな音色が遠くから聞こえる。あなたは決意で満たされた。もはや戦争とすら呼べない状態だった。人間たちはあまりに強く、我々はあまりに弱い。一つもソウルを奪えないまま、数えきれないモンスターがチリとかしていった。いいで、あー、くそ、どこに行けばいいんだこれ。どんどん速くなってる。多分正解に近づいてるんじゃないか。俺はあー、くそ、間違えた。あー、マジ？よし。こっちの方から聞こえたよな。君は上から落ちてきたんだ。大丈夫。ほら。あ、なんだ？誰だ？ゴムの山。いくつかあなたが知っているブランドが見受けられる。ここの滝は洞窟の天井から流れているようだ。時々ゴムの一部がここを流れて、下の底知れない深淵へと落ちていくのだ。値打ちのないガラクタが延々と循環するのを目にして、あなたは決意で満たされた。ゴミ捨て場。自転車のしゃべったハンドルに手を持つと、ホーンから悲痛な音色が鳴り響く。ほえボコボコにへこんだデスク。デスクトップコンピューター、中身は空のようだ。パソコンか。クーラーボックス。ブランド名は書いておらず、かなり傷んでいる。中にフリーズドライの宇宙食が2つ入っている。まあ、取りますか。回復アイテム欲しいし。アニメの DVD ケース。溝には一生懸命な引っかき傷がある。縁か。よくあるトレーニング用ダミー。
はっはっは、おじけづいたか人間。俺はダーミンに取り付いているゴーストだ。俺のいとこもこれに取り付いてたんだが、お前が、貴様があいつの依代を壊すまではな。俺たちゴーストはいつも生きるのに適した依代を探している。ゆっくりゆっくりとな。俺たちは依代に適応していくのだ。いつか俺たちが融合して完全な肉体になれる日まではな。他の奴らと同じように笑い合って愛し合ったりダンスだって。なのに貴様は俺のいとこの未来を跡形もなく消し去った。卑劣卑劣卑劣人間。俺は貴様の体の関節に隙間があることを幸運に思う。なぜなら貴様の体を今から俺様が奪うからだ。待ってくださいよ。違うんです。これでは誰も幸せにならない。くっ、うー、ダミーども、その魔法攻撃がちゃんと狙える。おいお前、今言った魔法については忘れろ。違うのかよ。なるほどね。これ自分で食らってんだけど。鏡を食いって見つめていたらそのままこっちを食い。何か めっちゃ動き始めたこいつ。クソ当たったよ。よし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 、当てて意味あんのか。俺は欲しいもの全部手に入れる。めっちゃ動くやんこいつ。めちゃくちゃやな。マッドダフネスでテキストボックスは頭に入れる。まあもう言ってこんな名前覚えてねえんじゃねえか。見逃せないよな。貧弱貧弱。よしよしよし、これ終わるかな。また長くなりそう。なんかおいお前たちバカマヌケ、デクノボ、俺に撃つなって言っただろ。本当の力見せて。機械の音聞く。何か全然会話成り立たないなこいつ。ダミーロボマジックミサイル。うお、うわ強いこれ。これ無理じゃない？あ、いやーきついわ今の。まだ諦めに早くすぎる。決意を抱き続けるんだ。ここで打ちのめしはどうなんだろう。
ででーん。あ、俺を傷つけられると思ったか。俺はダーミンに取り付いてゴーストだ。いけ。まずい。こいつは魔法攻撃より立ち悪いぞ。知ったことか。友達なんていらない。何？このナイフさえあればな。あぶ。ナイフなくなった。でもそれがなんて言うんだ。お前は俺を倒せないし、俺もお前を倒せない。お前はここで俺と共に大ハムレットなのだ。永遠に。やばいやつなんだよ。3セーブ。おい。